おはようございます。タイ南部旅4日目の朝です。現在朝の7時ちょっと前ですね。天気はまずかな。朝ね、意外といいんですけども、ツバメがやっぱりかなり飛んでますね。波もすごく穏やかで静かな朝ですね。さあ今からシャワー浴びて散歩でもまずしてこようかな。海沿いは気持ちよさそうなんで。サワディーカップ。最近プラチャプキリカに住む外国人が増えてるっていうのもよくわかりますよね。この雰囲気、この海岸沿いにはシーフード扱うお店がたくさん並んでいて、パタヤとかホアヒンなんかに比べるとかなり安く食べられます。レストラン以外にも安いゲストハウスとかルームフォーレントとかそういった看板が目立ちます。宿泊施設もだから結構ありますね。あとバイクを貸してくれる店も多いんでね。さあこの反対側にカフェがあったんで、そこで朝食今からも食べちゃおうかな。青アメリカのホテル、向かいが泊まってるホテルです。ここもゲストハウスみたいですね。グランマゲストハウス、おばあちゃんのゲストハウスっていう。で、1階がカフェになってます。パンケーキ来ました。グランマズハウス。
コーヒー、パンケーキともに、ちょっといまいちでしたね。来年あタイビデオ大前かあノーランウェイノーランウェイ Here OK フィニッシュノーランウェイノーランウェイオフィシャルランウェイ OK インサイドチェック来年コップンカップこれで空軍の敷地内入りましたね。まだここは撮影して大丈夫だそうなんで、中で何か名前書く場所があるみたいなんで、そこあそこから先じゃなくてランウェイがダメだって言ってましたね。だから滑走路は撮影しちゃダメだけど、それ以外はいいみたいですね。今滑走路通りました。そこだけ撮影禁止だって言われたんで、ストリカルパークっていうところに入ればいいのかな。日本語でも説明がありますね。ここはマナオ湾っていう湾なんですけれども、ここは第二次大戦中に日本軍が上陸した場所で、で日本軍はここに上陸してそのまま南下してマレーシアからシンガポールに向かおうとしたんですけれども、タイガーとの連絡がうまくついていなくて、一時期こう戦闘になったんですよね。で双方に死者も結構出て、1日半ぐらいって言ったかな、このプラチャプキーリカンで戦闘が続いたのは日本軍とタイ軍との間で、そうか、その戦闘で亡くなった人のための記念碑です。名前が書いてありますね、兵士の。
ここには何か希少な猿がいるみたいですね。あ、そうか。この山は普段は登ることはできないんだ。特別な日だけ入ることができるみたいですね。普段は閉山されてるって書いてありますね。その猿っていうのはどこにいるんだろう。カオロムア。いましたね。おいでおいで。すごい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 。お、びっくり。来たよ。はい。こっちあるよ。ほら。うおうおう。お、びっくりした。はい。はいはいはい。おぉ。警戒してんね、すごく。もうないです。ないないない。ないよ、もう。子供食べてるね。呼ばれてももうないんだよ。ね。ないよ、もう。全然見飽きない。かわいい。尻尾をタラーンって垂らしてんだよ。普段はここで猿に与える餌を売ってるみたいなんですけども、今朝早いせいか誰もいなくて、そしたらそこにいるお兄さんがタダでトウモロコシくれました。ホテルもあるのかな。